ちは。こんばんは。これからみひろちゃんの生誕セレモニーを始めたいと思います。イエーイ。はい、ロコパキッズの一味がやってまいりました。やってまいりました。やってまいりました。今日はね、みんなでね、みひろちゃんのことをお祝いするためにね、そうやってきたんで、最後はね、みひろちゃんが主人公なんで。オッケー、出ましたよ。いくよ、せーの、みひろちゃん。あれ、あれ、ちょっとちっちゃいらしいわ、みんなの声が。みひろちゃんに順番にプレゼントしていきたいと思います。イエーイ。どう
るから行きたい人手を挙げて。はい。君一番なんすか。一番っす。じゃあお願いします。はい。大丈夫か。大変そうです。ひろちゃん、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。今日じゃない、間違った。これからも1年間じゃなくて来世まで一緒に愛にひろできたらいいなと思います。よろしくお願いします。そしてもういいのかな、これは出しちゃって。大丈夫ですよ。みんなにね、頼んでみひろちゃんね、みひろちゃんのね、みひろちゃんへのメッセージをみんなから集めたので、それを色紙にしました。ありがとうございます。メロちゃんです。ありがとう。見てくださいね、またゆっくりみんなに書いてもらったんで、はい、みんないただきました。ありがとうございます。これを拍手がちっちゃくない。ありがとう。入れさせていただきます。失礼します。ありがとうございます。何も関係ないラブときの袋ですよ。ありがとう。袋まで可愛くしてくれて、はい、ありがとう。次の方。はい、いらっしゃいませ。どうもどうも、どうもどうも、こんにちは。もうちょっとこっちに来ていただいてもよろしい。あ、近いわね。ありがとう。ひろちゃん、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。私が待つときここ破れちゃった。いいよ、ありがとう。中身無事？よかったよかった、ありがとう。あ、なんか素晴らしい方が来てくれたわ。ありがとうございます。ありがとう。お願いします。かわいい。目から涙が、あ、違うわ、目から汗が。次じゃさくらちゃん行こうか、こっち行こうか。こんな傾いてもいいか。おめでとう。ありがとう。プレゼント、私の大好きなコスメブランドのプレゼント、おそろです。え、マジマジ。センスあるね。ありがとう、ありがとう。すごい、マイクがいらないほどの声量でした、今。ありがとう。これ置いてってもいいかな。あ、どうも。ちょっと近くに置かせていただきますね。ありがとうございます。お次の方は、はい、お次の方、あ、そちらにいらっしゃいました。お次の方、見て。ありがとう。手振ってる。いきますか。なほ。ちょっと出して。わがままでごめんだけど。いや、出したこと。あ、いいやん。出したか。いいやん。よし。当てる？当ててる？ちょっと。あ。出してるね。よし、オッケー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 。お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。かつてはロング仲間だった。そうなんですよ、みひろちゃん。もうなんかだいぶ短くなっちゃって、結構変わったね。結構変わりましたよ、長さ。ほら、変わったよ。なんか結構本当に髪長い人って客観的に見るとめっちゃ長いんですよね。すっげー長いと思って、昔私はこれだったんだと思って。違う違う、もっと長かったんだよ、みひろは。でもなんか、うん、結構変わんない。変わりました。結構触ったからね。みひろちゃんも地面すれすれやったもんな。ほんと？ありがとう。今は切っちゃったけど、私もいずれ多分切ると思うから。ほんとに？いつか切る、ほんとに。伸ばし始めようかな、みひろ。じゃあもう切るときは反対じゃん。はい。でね、さくらちゃんと同じジレッチュアートのね、女子力高っけ。押しにくいティットの方がいいかなと思って。すごい、ピートリップの女子力中の女子力ですね。ありがとうございます。よかったら使ってください。おめでとうございます。ありがとうございます。いただきました。みひろちゃんかわいい。ありがとう、あみかわいい。なんで？みひろちゃんの方がかわいいな。でもそう、しっかりに褒めたのになんでって言われたのか、ちょっとさ。ありがとうございます。はい、じゃあ次の方、はい、どうぞ。ありがとうございます。みひろちゃん誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。なんか可愛い。メタルの会場で、はい、ありがとうございます。じゃあメッセージも書いてあるから、ちょっと聞いてみます。店内と違う人にあの赤やでって言ってんのを見てたんで、あの、わかりました。ありがとうございます。そう、めっちゃ真っ赤なんで。
ありがとうございます。引き続きよろしくお願いします。お願いします。おめでとうございます。そう、フェンシックさんとは会うとは、あの、会うのは昨日と会わせて3回目なんですけどめちゃくちゃ仲良くしてもらって、超可愛い、かっこいいステージを昨日見させてもらいました。ありがとうございますやったぜー、やったぜー。じゃあ次は、可愛い子が来たよ。ひろちゃん、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。花束を家に忘れてきちゃった。あ、いいよいいよ、ありがとう。もう可愛さで何でも許せちゃうから大丈夫、全然。重たいですけど。あ、ありがとうございます。結構ずっしりだね。ありがとう、ありがとうね。すごい、この重さを持ってたなんてすごい。だいぶいけそう。はい、次の方、はい、次の方、いらっしゃいませ。お店お店いらっしゃいませ。こんにちは。こんにちは。みひろちゃん、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。これからも笑顔いっぱいのみひろちゃんでいってください。ありがとう。笑顔、笑顔しかせん、むしろみんなは、あの、一段と可愛く見えますわみひろちゃんのためにだよ。本当にいいこと言うね、君。ありがとう。ペラちゃん、ちーちゃん、ペラー言う拭いてくるわ。え、本当にごめん。え、なんか去年も崩したんですよ、なんか落として見えてないね、オーケーはい、たーちゃんだ、かわいい。みひろちゃん、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。出会ってくれてありがとうございます。あ、こちらこそです。見てくれてありがとうございますみひろちゃん、素敵な15歳になりますように。はい、15歳素敵にします。素敵にしてくださいね、むしろ。ありがとうございます。あの、かぶるんですけど、リップと、はい、くろみちゃんの、え、くろみちゃんの、ありがとう、もう大好きみひろちゃん大好きです。大好きです。ありがとうございます。どうしよう。ありがとう、さすが私の相方。Yes Yes, thank you。 どうしようか。ありがとう。しっかり本人も手伝いますからね。ありがとう。全然正面からやったら見えんね。よし、完璧完璧完璧。あ、はい、いらっしゃいませ。はい、あ、うん、よろしく。はい、みひろちゃん、15歳のお誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。はい、いつも元気いっぱいでステージを披露しているみひろちゃん、すごく、あの、可愛く憧れでございます。おー、憧れだな。そんな YouTube も見てたんですけど、はい、本当にキラキラすぎて、なんかもう B を見てる感じでした。いやいや、衣装だけで、いや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 、もう全部全部ありがとうございます。ありがとうございます。本当にいつも可愛くてキラキラ見て本当に大好きですありがとうございます。素敵な15歳を過ごしてください。はい、ね、ありがとう、ありがとう。違う、なんかこれからもよろしくありがとうはい、けどちょっとこれ、あの、あゆみんのマイクだんですけど、すいません、あの、こんな私が使っちゃってすいません、ごめんなさい。みひろちゃんとはね、佐賀にも来てくれて、何回も、しかも合同設営会もね、昨日で2回目っていうね。そう、そう、ね、下で昨日ね、すごくお世話になって、いつもね、そう、もう朝行って帰って、何時に寝てるのってぐらい車の中で爆睡なんですそう、安心してくださいすごい、もう不安になるぐらい、もう本当に努力家で、ありがとう。本当に一個下かな、一個下なんだよ、ね、今中3、え、じゃあ次受験ですね。はい、頑張ってほしいですね。先輩方の言葉がすごい、なんか、いやいやいや、私バカなのかな、ごめんね
あの本当に頭いいと聞いているので、まあ、頭良さそうなんですけど、おー、頭いいと聞いてる、ありがとう。頑張って受験も、そして中学校生活残り少ないと思うんですけど、ね、はい、頑張ってください。お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。あゆみも同い年だけどね。ももはちゃん、そうだよね、同い年だよね。はい、あのももはちゃんともしおりちゃんとも同い年。同い年じゃん。あゆみも先輩だよ。あ、先輩、確かに先輩、先輩、うん、先輩だよ、先輩。でも本当中身もしっかりしてらっしゃる方で素晴らしいです。いや素晴らしいです。ということで、ちょっと無茶ぶりですが、おいで、おいで、黒い人、今日は黒い人なんですよ、なんと。あの、めっちゃ入ってた。あの、無茶ぶりですが、みひろちゃんへの言葉を、はい、めちゃくちゃ期待してるんで。ちょっと泣くつもりでおるな、みひろ。よし、よっしゃ、みんな期待しとこ。一番ダメなやつだけど、なんだって初めて会った写真を今日朝探したら、はい、あ、載せてくれてましたね。あれどこ、大野だ、なんか小学校の時が4年か5年か前だけど、ね、ちょっと距離歩くない、だいぶひどい、なんか心の距離みたいなね、ほんと。まあ、一番やめて、なんだって、恋愛、熱愛行動出たらいいちょっと自意識過剰かな、ちょっとなんだってこの、はい、あれ4年前か5年前か忘れたけど、はい、立派になったなっていうお父さんお父さん目線で見てますので、はい、これからもロコッパを盛り上げるために頑張ってください。ありがとうございます。こちらこそです。あ、ちょっと泣けなかった。もっと期待してたね。来年もよろしくお願いします。無茶振りされるって思って思って、もうなんか5枚ぐらい手紙書いてきてください。もう5枚、もう何枚でもな、はい、何時間も、はい、愛のメッセージを伝えてください。ありがとう、レカさん。はい、ということでね、なんとみひろちゃんから、そう、みひろから手紙が、手紙が、みんなを泣かせる手紙が、はぁ、手紙が、マジマジ泣いて、ほんとよろしく。よし、バスタル持ってこい。バスタオル、本当にそんな泣くの？結構、ええー、泣くわ。そう、もう、あの、みんなもタオル準備しときや、泣いちゃうから。ハードル上げてないよ、大丈夫。うん、任して。あ、まあ、無理やけどな、そんなこと。え、これは読んでいいやつですか？あ、ありがとうございます。ちょっと中腰。はい。ということで、手紙を読みたいと思います。皆さん大号泣するのを期待しておりますので、よろしく頼みます。今日来てくれた皆さんへ、まずはみひろの15歳の誕生日を祝ってくださり、本当にありがとうございます。いろんなアイドルさんや来てくださった皆さんに祝ってもらえるみひろは、多分今一番世界で幸せ者だと思います。イエイ。はい、朝から素敵なステージを用意してくれたり、たくさんの方がみひろの誕生日を祝ってくれたり、とってもとっても嬉しいです。昨日はみひろの地元福山でのビンゴロコパで最高に盛り上げてくれて、すごくすごく楽しかったです。ありがとうございました。そして今日はみひろがソロでデビューをした本郷生涯学習センターで生誕祭をさせていただけて、すごく思い出深い場所でできて、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。ソロアイドルがメインだけど、ゆずきちゃんとのスマイルツインズや野々あいみちゃんとのあいみひろ、そして今日トップバッターだったロコパキーズ、みんなで作るステージはソロでは味わえない楽しさがあって、どんな時でも助け合って楽しんでできて、本当にいつも楽しいステージをありがとう。腕きつくない？大丈夫大丈夫、ありがとう。お、ムキムキやな。はい、そしていつもちょっと出てきて。俺、うん、俺ちょっと出ていつもロコパの主催と PA をしてくれてるデカさん、ロコ
場でソロデビューをさせてもらってから、私のアイドル活動の中で本当に一番お世話になっている方だと思います。最初はやっぱりうまくいかなくて自信がなくなりそうになったこともあったけど、相談に乗ってくれて可愛がってくれて、だんだん自分にも自信が持ててきたし、アイドルってこんなに楽しいんだって思えて、充実したアイドル活動を続けれているのはファンの皆さんはもちろんデカさんのおかげです。最近はデカさんがみひろのことを好きすぎなので、ずっとみひろはそれ以上に好きにさせられるように頑張りたいと思います。15歳はもっと好きになってください。まあまだ何もどうやって好きにさせようか決まってないんですけどね。はい。私はロコパでデビューをさせていただいて、12月23日になったら5周年になります。本当にいろんな方にお世話になったし、迷惑もかけてきたと思います。以上です。ありがとうございました。どうもどうも。はい。で、そんな中、みひろを応援して、みひろを好きになってくれる皆さんがいることによって、みひろが輝けるステージになっていると思います。これからもいろんなわがままを言って、いろんな迷惑をかけるけど、みひろについてきてほしいです。みひろらしいアイドル活動ができるように、私もたくさん学んで、これからも頑張ります。改めて15歳になった当日にすっごくすっごく幸せで嬉しくて楽しい生誕祭というプレゼントをくれて本当にありがとう。15歳のみひろもこれからのみひろもずっと応援してください。みんなのことが大好きです。みひろより。ありがとうございます。かわいい。泣かなかった人はチェキ5枚取ってね。ちょっと財布の中身が空っぽになってしまう。空っぽになる？本当に？怖い。はい。あ、大丈夫？もうね、あ、今もねマイクしてる中ね、横からちょっと見たけど、ずっしーん書いてあって、それ見てちょっとうるってきた。ありがとう。はい。ということでね、なんだろうこのまま。ということで、ここでなんと抽選会が、はい、抽選会があるそうなので、あるので、はい、ちょっと待っててくださいね皆さん。はい、アイドルさんはこのままでいいのかな。はい、じゃあ吐きます。吐きますか。ありがとう、みんな祝ってくれて。おめでとう。ありがとう。おめでとう。ありがとう。ありがとう。おめでとう。おめでとう。おめでとう。この季節いちごなんてあるんですね。すごい嬉しいわ。